球から38万キロ離れた月に向けて電波を送り、電波を月の表面で反射させて地球上の離れた場所と交信するアマチュア無線の実験が、衛星通信用の巨大なパラボラアンテナを使って今日茨城県で行われました。茨城県高萩市にある KDDI 茨城衛星通信センターの協力を得て、日本アマチュア小玉のように戻ってくるのが受信されたほか、世界各地にも届きました。次はこちらの映像です、はいはい、有名なアポロ11号の月面着陸の様子ですよね。懐かしい映像ですよ ね、 ですよね。で当時通信衛星を介して日本に伝えられました、はい、でその映像を受信していたのがこちら KDDI 茨城衛星通信センターですが、日本アマチュア無線連盟が行ったもので、無線の愛好からおよそ100人が集まりました。午後6時前、アマチュア無線家たちは自分の声やモールス信号を直径32メートルある巨大なパラボラアンテナから東の空に昇った月に発射しました。発射された電波は月の表面で反射し、およそ 2.5 秒後日本に小玉のように戻ってくるのが受信されたほか、世界各地にも届きました。アメリカなどで受信した無線愛好家から再び月面反射を利用してパラボラに応答が寄せられました。発射された電波は月の表面で反射し、巨大なパラボラは微弱な電波も捉えるため、各国の愛好家は通常の無線設備で通信ができたということで、こうしたパラボラを使った月面反射の実験は国内では初めてです。電波を月の表面で反射させて地球上の離れた場所と交信するアマチュア無線の実験が、Irezumi es una palabra japonesa referida a la inserción permanente de tinta bajo la piel, normalmente con fines decorativos. Es una forma de tatuar. Es realizado por artistas especializados, pero es doloroso, costoso y requiere mucho tiempo.Un tatuaje tradicional de cuerpo entero puede tardar de 1 a 5 años de visitas semanales para completarlo, y su precio puede superar los 30.000 dólares. 電波を月の表面で反射させて地球上の離れた場所と交信するアマチュア無線の実験が、衛星通信用の巨大なパラボラアンテナを使って今日茨城県で行われました。アメリカを訪問中の安倍総理大臣は11日、トランプ大統領の別荘があるフロリダ州で、首脳間の個人的関係を深めるため、終日ゴルフを行いました。現地から西垣記者がお伝えします。首脳間の個人的関係を深めるため終日ゴルフを行いました。現地から西垣記者がお伝えします、はい、次はこちらの映像です、はいはい、有名なアポロ11号の月面着陸の様子ですよね。懐かしい映像ですよね。で当時通信衛星を介して日本に伝えられました、はい、懐かしい映像の数々、感慨深いですね、はい、そうですね、はい。